で今はなんかここまでのを弾いてもらったらキスまではいけそうとかそういうこと言ってたのお前。いやあのこう甘いテロテロテロっていうあのピアノの音がなんかあもう今夜は好きにしてっていうなんか女性のこのひだひだにあれはねジャズ独特のもんなんだよね。なんかエロいですよね。エロいって言っちゃうんだけどなんとか大人の世界っていうかなんとなくそういうムードを盛り上げると。でそれにジャズボーカルが介在したっていうところがあるわけよね。だから今日はやっぱコブヘイじゃ務まらないからこういう素敵なゲストに来ていただいた、ね、ゲスト紹介もう今日のテーマにぴったりのこのセクシーな方です。山崎千里さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。セクシーですね。僕は日本にいない間に日本にはこういう綺麗な人が出てきてたの。もう今ナイスバーディーで若い子の間ではあのウエストはどうしたら維持できるのって結構注目のウエストです。いやずっと息吸ってるだけですから、ね、昔映画があったよねウエストサイズストーリーって古いなぁ。ごめん座布団がないのは残念ですね。俺がコブヘイになってしまう。さてそのジャズっていうのはあの山崎さん昨日いなかったんだけど要するに元の歌は関係ないわけですよ、はい、元の歌は、うん、ポピュラーソングだろうとブルースだろうと例えば枯葉みたいにシャンソンだろうとその人がどうやって歌うかでジャズになっちゃう。だから今日はその歌詞の面から言ってね、うん、まあ最初はじゃあ僕の好きな歌を1曲選ばせてもらう。何でしょう。これはねスターダスト知ってるよね。知ってます。スターダストで有名なホーギー・カーマイケルが作った歌なんだけどスターダストほどヒットしなかったの。なんかの映画の主題歌なので、名前がちょっと長くてね I get along without you very well って言うんですよ、うん、まあ訳すとあなたがいなくても私は平気で生きていけるって言うから。痩せ我慢ですね。痩せ我慢なんだ、ね、でそれがね痩せ我慢がねこんな歌最近では日本では歌謡曲にもあるけど、うん、そうじゃなくて最初ポンと突き放しておいて、うん、その理由が後から小出しに出てきて、うん、ねその痩せ我慢、はい、で最後はやっぱり本当にどうしようもなくあんたがいないと、うんダメなんだっていうその持ってき方がものすごくうまいのと、歌が淡々としてるんだけど最後にギュンとなってしまうっていう歌なんですよ。でこれはあのもちろん僕の一番好きな歌手の一人でもあるんだけども、この間って2年ほど前に亡くなってしまいましたけど、はい、カーメン・マックレーというあの偉大な歌手が日本へ来た時に、歌ったライブです。I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name and someone's laugh that is the same. What a guy. What a fool am I to think my aching heart could kid the moon? What is in store?
gotta stick to my tune. Stick to my tune that I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring, for I must never think of spring, for that would surely break my heart in two. こんな切ない詩だと思わなかったです。もっとなんかあのタイトルからロマンチックでハッピーな歌かなって思ったら、いや今千里さんがね、途中でね、失恋して何ヶ月ぐらいの歌かしらって、そういうこと言ってたけど、そんなに経ってないよな。昔の男の人のことじゃないような気が、まあ三月とか半年とかね。この歌の面白いところは、あのこういう強がりみたいって言うと、日本だと中島みゆきの世界でしょ、ね、だけどああいうその拗ねたりこうね強がったり、あのあばよあばよとか、ああいう感じとか、悪女になるにはとかって、ああいう感じとはまた違うね、強いんですかね。だからやっぱり相当ストーリーがあるよね。強いっていうのは裏返しでね、弱いから強くなれるんでしょうけど、彼女のその今の歌い方をこう受けて感じるんであれば、雪解けしたくない、ずっともうしばらくちょっと昔の思い出に漂ってたい、冷めてだんだんこう終わってった恋を懐かしんでるっていう。さすが修羅場をくぐった。修羅場はないですか。ないですか。いやだけどね、そのいわゆる直接的じゃないっていう表現がね、ジャズの歌の場合多いのは、なぜかっていうとミュージカルの主題歌がすごく多いんですよ、ミュージカル映画の主題歌。そうするとその映画のねシーンとかミュージカルのシーンから取り除いて歌だけ出しちゃった場合は、相当の表現力がなければ、 今あなた初めて聞いた人にどういうストーリーがあるんだろうって、それをもう考えさせてしまうっていうのは、これは歌手の力です。今まで聞いたアイゲダロンの中でやっぱり仮面まくれるのがナンバーワンですよ。やっぱり聞いててね、ものすごいその彼女が作り出してる世界、彼女が作り出してる物語がね伝わってくるっていうのはすごい。これは歌手の力だけど、歌もね大変すごいですけど。さて、森口が好きだって言った歌は You'd be so nice to come home。 私は大好き。これもいいですよね、並んで。なんと2人いたとは。なんかこれ、この曲って女性に人気ありますよね。そうですか、でこれね、一つだけ僕はこれお詫びしなきゃいけない、ある本ではお詫びしたんだけど、あの帰ってくれたら嬉しいわっていうタイトルがどこにでもついてると思うんです、あれ僕がつけたタイトルなんです。そうなんですか。今を去ることを三十何年前に僕がジャズ評論家の頃つけたんです、これ誤訳なんです。You'd be so nice come home って言ったら、あなたは帰ってきてくれたとしても、そうじゃないの。その頃僕は全く未熟だった。 come home なんで to がついてるかって、to you なんですよ。この you は仮の主語であって、本当は私があなたのいるうちに帰れたらこんな幸せなことはないっていう片思いの歌なんです。あら、勘違いしてた。勘違いしてただろ。だから今日はお詫びとともに、私がちゃんとした本当の意味の訳詞をつけて、そして森口のリクエスト通り、ヘレン・メリルの歌でやりますけど、ただあの例のクリフォード・ブラウンとやった時のは映像化されてませんから、今から7年ほど前のライブです。あ、そうですか。それではヘレン・メリルの You'd be so nice、どうぞ。You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a
thunder and August moon burning above. You'd be oh so nice, paradise to come home to and love. だから今の歌ってる歌もちょっと最初の歌の意味じゃ少しこう楽しげに歌ってるよね、笑いながらね、からかってますねそれは悪女の取り方だと思うけど、そういう風にも解釈して歌えると思うんですよ。だからあなたの家に帰ってきてあげる私って結構いい女かもしれないみたいなちょっと浮気して帰ってきて、浮気して帰ってきて許してもらったって感じ。いや、いけない女って感じで、ね、私は逆に不倫かなと思ったんですよ。え、どういう、すごいですね。あなたに、ね、帰れたら嬉しいわってことは、向こうにはもう家庭があって、あ、奥さんのいない間に帰れたら嬉しいなって。今日は何だって番組なんだこれはすごく話が横へ行ってしまいましたけど、うん、まあそう取ってもいいけど、そう取ってもいいけど、どうも、うん、でも、そうではないよって言ってるね。そうじゃないですね。だって暖炉そばって言ったらなんで奥さんいるんだろう。そうですよね。別荘だったりしてはなって怪しい。さて、今のヘレン・メルリン代表されるように、その白人のジャズシンガーがある時期からこう、うん、あのドーンと歌う、ね、人じゃなくて、うん、ハスキーでこういう歌い方をする人が流行りだしたんでしょ。でそれが現代までずっといわゆる非常にお色気のあるジャズシンガーとしてそういうのができたんだけど、うん、その最初はなんといってもペギーリーなんですよ。ブラックコーヒーとかいいですよね、うん、そのブラックコーヒーやなんかの前に、彼女はね1922年ぐらい生まれだ、そう1922年生まれですから、うん、なんと18歳の時にベニー・グッドマンに見つけられて、彼の、あのバンドで歌って人気になったんです。それでこの人がそのいわゆるハスキーボイスの元祖みたいなもんなんだけど、うん、この人の歌を聴いて続々って来ない男がいたら、うん、その男は明日病院へ行った方がいいって言われたことがあるぐらいの色っぽさなんですよね。別にそれほどの美人じゃなくてグラマーではないんだけど、うん、その歌い方の中で一番の代表作がこれからおかけする Why don't you do right って歌で、変な歌でね、うん、あんた昔お金持ってたじゃないと、ね、何今持ってないのって、
私のとこ来るんならもうちょっとお金持ってらっしゃいって、ものすごいアメリカの歌としては珍しい歌。怖い強い歌ですね。取り立て屋の歌じゃないですかね。いや違うんだけどね。ちょっと聞いてみましょう。彼女の代表作 Why Don't You Do Right。ペギーに習ってほくろつけてきたんですけど、あ、セクシーぼくろですね。もう本当ペギー自分のじゃないの、ええ、場所はあるんですけどちょっと強調してきました。彼女といえば私ドレスがとても好きで、ウエストを本当にお人形みたいに細く作ったドレスを着てて、なのに今初めての歌ってる映像を見たんですけど、ちょっとこう下顎こうやって出しながら、顔の形がね、そう、ちょっとセリさん似てるよね。いや、私はちょっとこうタイプ的にね、表情がとっても豊かな方ですね。お金持ってきてよみたいな。この人はね、すごいのはね、絶対シャウトはしない、うん、オーバーには歌わない、いつも立ってクールに歌ってて、うん、スイングしてて色っぽいので伝わるからすごいですよね、うん、そのペギリーはそのベニー・グッドマンっていうところでやったいわゆるスイング時代の人なんだけど、そのモダンジャズの時代にかけてこういうその流れを作った人っていうとアニタ・オデーっていう人なんですよね、うん、まあ、よく知ってるだろうけど、はい、この人もね、ものすごい珍しい映像があって、はい、ね、彼女がねまだ23歳の時、はい、23歳の時にドラムで有名なジーン・クルーパーのバンドで、で歌手になったんですよ、ね、それでトランペットのロイ・エルドリッジと2人で掛け合いで、だからこれは色っぽいとかそういうんじゃないの、うん、そのいわゆる「Let Me Off Uptown」っていうのがニューヨーク の, そのジャズのメッカのアップタウンへ連れてってっていう歌なんだけど、ね、そのアニタ・オデーの最近の映像は珍しくないと思うんで、うん、こういう、もう若くて初々しいアニタオデーの
映像をと思ってわざとこれを選んでみたんですけど、貴重な、はい、1941年か2年のですからもう50年近く前の、あ、50年以上前の、はい、はい、見てみましょう。Joe. What do you mean, Joe? My name's Roy. Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I haven't been uptown. What's uptown? Pleasure you're about, and you feel like stepping out. All you've got to shout, let me off uptown. If it's rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to feel is, let me off uptown. Got those rib joints, got those juke joints, got those hemp joints. Where could a fella go to top it? If you want to pitch a ball, and you can't afford a hall, all you've got to call is, let me off uptown. Anita, oh Anita. Say, I feel something. What you feel, Roy? The heat? No, it ain't the heat. It must be that uptown rhythm. Because I feel like blowing. Well, blow, Roy, blow! っていうと、あの真夏の夜のジャズって映画でね、あそこで、ね、2曲か3曲歌ってね、あれですごく人気が出たんですけど、あのあと日本へ来て、で僕が、まあ、構成とか司会とかやったんだけど、でその時に今でも覚えてるけど、あの今日は今度は大変お世話になりました、日本初めてなんですごい期待してて、あなたがいろいろやってくれてるんでこれお土産ですって僕にウイスキーくれた、うん、日本のウイスキーだ俺絶対バーボンとかそういうの持ってたのかと思って日本のね、うんうん、まあ某有名ウイスキーなんですよ、もう NHK だから言いませんけどきっとその呼んだ呼び屋さんが、あの大橋さんっていうのがやるから、あれ酒飲み好きだからこれ一本持ってったらすごく喜ぶから持ってきなさいって言われて持ってきたの、もう明らかにそれ見え見えなんで、ね、見えだろ。でも普通だったらさ、スキー持ってったらおかしいじゃないとかって思うじゃない、それを思わずにこれあんたって言って持ってきてくれたところで、ね、全て分かったらあんたおでって人の性格が純粋でいい人だなと、であんまり気にかけないね、大雑把なね、大雑把っていうのは私も彼の気がします。3年ぐらい前にライブ見に行ったんですよ、私一番前でこうやって見てたんですよ、そしたら曲と曲の間とかにこうやってグラスの水をうんとか飲んで、お客さんとかにうん飲みますみたいな英語で言うんですよ、でたまたま私話しかけられちゃってノー、ワーとかって言ってたらもう次のお客さんに行ってなんか乾杯とかして、もう曲とかも決めてなくて、なんか自由に大雑把にっていう、この人は僕いろんな人見た中でね、カーメン・マックレイとこの人がね一番その出たとこ勝負で歌う人、ね、そうそう、天才肌ですね、もちろんね、サラコンでも誰でもみんなアドリブはしますけど、なんかどっか打ち合わせがあるとか、どっか決めたフレーズってあるでしょ、アニタ・オデイはね全然ない、 それがさっきの仮面マックレイと、この二人はね、だって仮面マックレイが日本に来た時も僕やったんだけど、その時に都市センターホールでね待ってて飛行機が遅れて着かないの、それで延々待ってたらね、頭クリップしたまんま、もうお化粧する時間もないわけ、飛行機が遅れて入ってきて、それでこうネットかぶって、悪いけど私お化粧する時間も頭やる時間もないからこのまま歌う、打ち合わせも何にもない、でそこでピアノの人にスターダストを G でやってって言って歌い出して、
もうびっくり超えちゃって俺司会してたんだけど、もうねこうやっぱりジャズってのは本当のアドリブでできるんだなと思った。しかもこんなやりっぱなしで、アニタ、うん、アニタオデーもそうだった。さてこのアニタオデーがあのジン・クルーパーからスタン・ケントンっていうバンドに入って、でスタン・ケントンっていうのがプログレッシブジャズっていうのを始めて、モダンジャズのビッグバンドで栄えるわけですよ。でこの人が辞めた後入った人がジューン・クリスティっていう人で、この人は終戦直後の1945年から49年まで50年までいたかな、ほぼその戦後の5年間スタン・ケントンでやって、まあ、スタン・ケントン楽団で一番人気が出たのはこの人なんです。ジューン・クリスティのその中でもまだ21歳、若い頃ですね、スタン・ケントンに入りたての It's been a long long time 聴いてください。It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seem without you. So kiss me once and kiss me twice and kiss me once again. It's been a long, long今のお分かりだと思いますけど、簡単だから Kiss me once, then kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. Kiss 1回して、2回して、またもう1回して、どういう歌なのか分かる。ヒントは1946年戦後旦那が兵隊行ってたわけ。それでヨーロッパへ行ってる、日本へ行ってる、フィリピンへ行ってる、ね、アメリカの兵隊が、それで1945年に戦争が終わってみんな帰ってきて、それを空港や港に迎えに行った奥さんたちの心を歌った歌だから爆発的にヒットした。主婦の心を掴んじゃったんですね。ああ、だから今から考えてみるとなるほどと思うよね。時代に即した曲っていつでも大ヒットするんですね、そういう意味でね。ああ、でもこのジュン・クリスティとしては同じハスキーでもあのアニタ・オデーっていうのは本当にシワがれ声って感じなんでしょ。でこの人のはもっとこうクリスタル系っていうか、そう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 、あのね、こうそう、あのブリリアントなのね、輝くようなハスキーボイスで、それであの、ハスキーボイスの人っていうのはこの3番残念ながら映像がないんですけど、クリス・コナーになるともう本当にビブラートを全然使わないでスーッと伸ばすでしょ。
でこの人の場合はね、ビブラート、割合大きめなビブラートをケツの方にブルブルってつける、うん、これまあジャズの方のボーカルの専門語でアトバイブって言うんですね。アトバイブって一番最後のところにビブラートをチロチロっとつける。それこそさっきあの昨日やったダイナ・ワシントンとかサラボーンみたいに大きなバイブレーションをわーっとつけるね、ナッティンコールとか、ああいう一波と逆にスーッとノンビブラートでいって最後の方にちょこちょこちょこっとつけるのの、まあ流行りっていうと今かけてるアニタ・オデイ、ジュン・クリスティ、クリス・コーナー、ペギーリー、こういう人たちなんですけど、その中で一番振幅が大きいのがジュン・クリスティ。で僕はこの人が好きで、それこそ昨日も話が出たそのサムシングクール、ここにありますよね、なんか冷たいもんちょうだいっていう歌なんだけど、これなんかもう日本でもうたくさん売れたしアメリカでも大変ヒットした歌ですけど、でも決してクールじゃないんだよね。あ、そうですか。さっきの聞いても分かるように、なんかとっても健康的ですら、ありますよね、感じさせますね。すごい感性だ ね、そのクリスタルっていう表面はすごいなと。さて今日はな、コブヘイがいたら殴ってやるとこだけどな。どうしてですか？だってジュリー・ロンドンはエロ本だって言ってた。そうそう、失礼ですよね。あんな綺麗な、そしてセクシーな人の、うん、ジャケットを見てエロ本みたいとかって言うんですよ。失敬ですよね、うん、ただね、今目で出したような人に比べてジャズシンガーとして見た場合はジュリー・ロンドンは明らかにワンランク落ちます。もともとは女優さんとかやってたってなんか書いてありましたよ、ね。そうです、うん、で女優さんだし、うん、まあとにかくやっぱり美人でセクシーでっていうことで売れた人なんだけど、だから今のジュン・クリスティとかアニタ・オデイとかと同じランクにして、ペギリとかと一緒のランクにしたらこれは申し訳ない、失礼に当たるけど、うん、ただやっぱりあのなんだっけ、女はそれを我慢できない、はい、っていう映画でクライミア・リバーっていう歌で100万枚、これはねクライミア・リバーがヒットしてだいぶ経ってから1964年に、某民間放送局 TBS のスタジオで言ってる、うん、撮られた珍しいもんなんです、はい、ね、そのスタジオに僕いたんです。え、白田さんとして参加したわけですか？白田さんには手僕は本書いてたんですけど、ね、ごめんなさい失礼な一般人としてその辺に来てジュリーなんて言ったと思ったな、お前は怪しいファンかなって怪しいファンつまみ出される直前に見た何を言ってんの。そうじゃなくてあの TBS で当時音楽番組の構成作家をしてたから、そういう点でプロデューサーが今度ジュリーロンドンが来るって、あの、まあ、何スタで何日鳥があるけど来ないって言われて見に行って、ただその頃アメリカのとかそういう生活知らないじゃない、だからこの人バッて言ってベースと一緒に共演したのがあったの、うん、旦那ピアノなんだよ。でベースと共演しててうまくいったらしくて、終わったらサンキューってチュッと唇にキスしたの、うん、ジュリーロンドンが。どれ見ててあひどい女だな、亭主の前で他の旦那、ね、男の人とキスをするなんてっつって、それで今みたいにアメリカとかカナダとかオーストラリアとかに住んでるとちょっとキスするぐらいは日常茶飯事なわけだよ。挨拶みたいなとか感情表現の一つとしてもう本当に平気なんだよ。僕もやってるけど、でも大体相手はおばさんばっかりだけど、50、60はまだ若いっていう人が多いけど、うん、でもうちのかみさんだって平気で見てますよ。それ奥様も OK ですか？だって挨拶だもん。ただそのもう嫌だな、自分の旦那さんが白人の女の人とかとチュッとしたらグッドモーニングってやっただけでも嫌いいなと思ってしまういいなと思っちゃう見方がすごいですね、政治さんらしいというか、さてこれはね、僕はそのベースと2人でやってるのも好きなんですけど、今日はあの歌詞の問題があるんで、これは千里さんもひろこも好きな歌に入ってた「Fly Me to the Moon」ね、大好き、好きだ、大好きってね、なんかお月様のテーマっていうのはね、なんか女性はいい感じですね、はい、そうですね、女性は木とともに生きてますからね、ジュリー・ロンドンの日本での、映像です。Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with sun and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
I love you. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.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  見とれちゃいますね、女性の私でも。でね、もともと最初にはね、バースがついててね、うん、これ歌うといいんだけどね、Poets often use many words to say a simple thing って言うんだよ。そういうのがついてるんだよ、先に。前振りがあって。前振りがあって、それで、あのこれからね、I'll translate as I go along って、私は翻訳しながら歌いますよって言って、マイナーになって、Fly me to the moon って、最初はワルツなの、この歌、原曲はね。それで、じゃあ月へ連れてください、星の間と遊ばせてくださいということは私の手を握ってくれっていう意味ですよっていう、そういうふうに言われる。そこまで知ってるとまた違う楽しみ方。そうなんそうなんそう、だからこの曲短いんだ。短いの。でも僕はあのさっきの2曲の他にね、歌詞を自分でやるって言ったら、これもいい歌の一つとして入るよね。珍しいタイプの歌だから、全然違うことを言ってそれを他の言葉で言えばっていう歌ってあんまりない、ね、I love you を言うためにこんなに前置きっていうか形容詞つける人いないでしょうね。僕はやっぱりね、歌は世に連れって言うでしょ。でやっぱり歌っていうのは本当に時代的なもんで、時代をもう取ってしまうと、また全然意味が違っちゃう。この Fly Me to the Moon っていうのは戦前の歌なんですよね。今フライミートゥーザムーンって言ったって日本の女性だって言ったんだからね。あ、そうですね、ロケットに、ロケットに乗れば行けるわけでしょ、月へ行くなんてことは絶対不可能だった時代に成立した歌なわけだよ。それができるあなたはすごいわよみたいな感じですか。だから月に連れてってって言ったらどういうことなんだろうって人が考えちゃう時代に、そういうからドキッとして、いやそれは手を握ってくれって意味なんだよと、手を握ってくれればホットシナスの男はね、なんて高 B なんだろう。月か、月に連れてくら難しいな。いや今だったらさ、今この歌を歌われたら月に連れてって、うん、でこれをアメリカに頼んで乗せてもらうとしたら何億かかるだろうとかってことは、だから全然違う意味になっちゃう。でもあの頃はインポッシブルなことを言って驚かして、実はあんたに手を握ってもらえば私の気持ちは月に飛ぶほどなんだっていう意味に使えたけど、今は全然違うよね。だからやっぱり歌っていうのはその時代によって違うんだなと思うんですけどね。ただね、このアメリカの、まあアメリカだけじゃなくて日本だって誰だってね、やっぱりセクシーで美人が流行るのは世の常なんだけど、そのやっぱり僕はアメリカの国ってすごいなと思ったのは、セクシーで美人でスタイルが良くて、しかもハスキーボイスで歌が上手いっていう人がずらずらいるっていうのがすごいね。本当はそのクリス・コナーの映像があったらかけたいし、まだあるんだけど、実は今日最後にかけたいのはね、とんでもないものを見せたいんだ。これは誰も知らない、誰も知らない。僕もこれ、この映像を手にして見て初め、名前は知ってたよ、はっこれがと思ったでね、アイナ・レイ・ハットンっていう人なんですよ。アイナ・レイ・ハットンっていう人は女性でブロンドで美人でものすごいナイスバディでセクシーで歌歌ってタップが踏めて踊れて、こういう人なの。まだ森口驚くない。何ですか？フルバンド、ビッグバンド、全員女なの。うわかっこいい。アマゾネスですね。アマゾネス。それでみんなトランペットもテナーサックスもジャズのソロができて、でところがね、ものの本によるとアイナ・レイ・ハットンはそれに飽き足らずに、後にねランディ・ブルックスっていうトランペット吹きと結婚するんですけど、それで1人入れ2人入れ、だんだん男性入れて、最後は全部男のバンドになって、それで引退するって話は聞いたことあるんだけど、男バンドの方は見たことない。これが貴重な映像で、いつ頃のもんなんだろうな、おそらくね僕が生まれた頃の1930年代の
中頃か終わり頃かその頃の映像だと思うんだけど、なかなか手に入らない貴重な、なんでそういう、ね、その頃だと思ったかっていうと、曲がね Doing the Suzy Q って言うんですよ。で Suzy Q っていうね、なんか人の名前みたいだけど、うん、これはステップの名前なの、ダンスの、うん、ジタバッグ知ってるよね。何ですか？ジタバッグ知らないな。ジルバ。ジルバ大好き。ジルバのことそう言うんですか？あのジルバってのは和製英語でね、本当はジタバッグって言うんだけど、はい、でこのジルバの元になったのがこのスージー Q だっていう学説を本で読んだことなの。だからおそらく1930年代だと思うんです。でこれは、まあうん、ジャズ的な価値があるないっていうことは全然関係ないです、うん、今日のこのお色気うんぬんっていう話になったんで、うん、皆さんへのプレゼントとして、ちょっとこういうの保存しといて人をびっくりさせたらどうだろうっていうことでやったもんですから、アイナ・レイ・ハットン&ハー・オーケストラの Doing the Suzy Q です。Up from Harlem we bring you the Suzy Q。Hit the town, it started getting round. It's something new I found, doing Suzy Q. It started like a flame, it's bound to make a name. Come dance your way to fame, doing Suzy Q. It's just a walk and a shuffle, not an off to Buffalo. It's a big improvement on the trucking movement, not too fast but not too slow. It's Johnny on the spot, come get your Suzy's high, come give it all you got, doing Suzy Q.1930年代としたら相当刺激的なドレスだね。パンタロンスケスケだし、うん、まるで下着ですよね、うん、あのブラザーので、ま、真ん中空いてましたよ ね露出度満点って感じで、あんなことありえたんだね。なんかあの頃で今でもなんかステージで使えそうな、そうですね、ステージの衣装ですよね、うん、全く古さを感じさせません、ね、森口も歌うまいし、うん、踊りはちょっとスクールメイツで踊ってたんで、うん、タップとは違いますね。タップスクールメイツっても古いな、うん、今ね毎日違う人にオールミーをジャズシンガーに歌ってもらってるんだけど、そうなんですか、2人も1曲ずつやらせればよかったな。私歌いたいです、一緒に。じゃあ、ね、あのね、まあ、あのねプロとしては緊張しちゃうけど、このね、はい、企画が好評だと来年またやろうって話になってますんでね。じゃあその時は、ま、その時はあのお願いします、うん、じゃあ月で待ってます。でも、ね、月で待ってます、うん、結構良かったですか？はい、あの勉強になりました、うん。ね、こういうこと、うん、また一回今度やる時も小部平は呼ばなくても千里さん呼ぼうと。あ、ということは小部平さんが入るはずだったところも2日間、うん、2日間千里さんが入ればいい、入ると、うん、で小部平返しっていうのに私が会うと困るんでやってください。返しってなんだ、小部平返し、小部ちゃんに会った時にというわけで今夜はあのいわゆる白人セクシーシンガーっていうんですか、その系譜を追ってみました。明日はですね、例えばフランク・シナトラ23歳と50歳と70歳とか、エラ・フィッツジェラルド何歳と何歳、同じ歌手の年代別でどれだけ歌い方、声、風貌も変わったか、またどっちの方が好きだったか、そういうこともゲストを交えていろんな映像を
届けする予定でございます。明日もまたご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Can't you see?